りなさい、パパ。攻略ご苦労様です。無事に帰ってきてくれてほっとしました。パパたちならこの先の階層もどんどん解放していけますよ。どういたしまして。休みですか？え？でもパパたちってもうすごく強いんですよ。消耗品のアイテム以外ではパパたちのお役に立てそうなアイテムはまずないと思われますけど。はい、ごめんなさい、心配かけて。それは捨ててあったのではなくて、私が用意したものです。
少しでも戦力が増えた方がいいってパパが言ってたから。はい、まだうまく使いこなせないですけど。私にできることですか。わかりました。考えてみます。本当にごめんなさい。もうこんなことはしません。約束します。私もパパのお手伝いします。よしよし、パパいいかしら。キリトさんの前であまり調子に乗らないでよ。ずっとこんな調子なんです。この前の冒険以来なんだか張り切ってるみたいで。はい、あれからピナの防御力がものすごく上がったみたいなんです。あのあとテイマー仲間に聞いたらいろいろ教えてもらえたんです。なんでもテイムしたモンスターに特別な餌を与えるとパワーアップすることがあるとか。それと種族によって餌も効果も違うらしいんです。餌は一つだけとは限らないって。それは現在聞き込み調査中です。また何か分かったらすぐキリトさんにもお知らせしますね。Thank you.
らっしゃい、キリト。来てくれたんだ。うん、そうよね。早くスキルを上げないと。なんでもないの、気にしないで。さあ、早く始めましょう。刀が割れて破片が飛んできたのね。うん、歯が欠けることはあるけど、自分に向かって飛んできたのは初めて。うん、ありがとう。でもこんな低レベルの火事で失敗しちゃうなんて。ううん、やっぱり火事スキルがバグって消えちゃったせいだ。消えたスキルは上げ直せばいいなんて軽く考えていたけど。様にまた逃げられちゃってさ。まあスキルがないんだから仕方ないよね。命を預ける武器をヘボカジアに作らせるなんて自殺行為だし。あり余っているわね。入っていた注文はキャンセルになっちゃったし。出かけるってどこへ？あ、ちょっと待ってよ。ここってなんだか落ち着く場所ね。戦闘スキルはあまり人に知られたくないものだものね。でもそんな場所私に教えちゃってよかったの？レジャースポットっていうのも楽しそうだったけどね。でもここで十分だよ。っていうかここに連れてきてくれて嬉しい。ありがとうね、キリト。でも勘違いしちゃうよ。こんなことするのは特別な人だけにするものだよ、キリト。それって私がキリトにとってその特別な存在ってことだよね。そんなことだとは思っていましたよ。
それは言い過ぎよ。でもまあパートナーって言われたら悪い気はしないけれど。ね、キリト、ちょっといい？あんたの命を支えてるその対価としてさ、ちょっとだけ充電させてよ。元気の充電中なの。すぐ。お願い、もうちょっとだけ。悩んでるより気合でスキル上げしていく方がいいに決まっているもの。でも私がまた落ち込んでたらまたあの場所に連れてってくれる？充電も？お、言ったな。約束だからね。それじゃあ、今日はありがとう、キリト。またいつでも来てね。よし。ちょっといいかな。ちょっといいか？よろしく。何？どう？ありがとう。何？キリト？そうだな。そうだな。そうね。それじゃあね。ちょっといいかな。キリト。ちょっといいかな。
ちょっといいか。ちょっといいかな。